TV is in progress!内容の濃い24時間レースでしたね。そうですね、本当、こんなトラブっちゃうとは思ってなかったんだけど、でも本当メーカー頑張ってくれて、24時間のうち2回もエンジン交換するという、ところは本当考えて、誰も考えてなかったと思うし、でもそれしっかりやり遂げて、で 70% 以上乾燥、乾燥扱いになるための、ボーダーラインには、エンジン積み替えの時間もあったもので、そういう意味では本当みんなメーカーが頑張ってくれたというところで、ポイントをね、6位のポイントを12ポイントですけど、プレゼントしてくれたと思います。馬場さんは、久々にこのグリーンブレイブで走り、はい、そして本当に4分の1は完璧な、24時間の4分の1は完璧でしたけど、そこからの久々にシャインメカニックさんの動きを見ていかがですか？2年ぶりのジョイントさせてもらって、やはり相変わらずこうすごく温かいチームで、みんな生き生きしてるなと思ったのと、ただやっぱりこうなんかこう2回目のエンジン交換の時にもうちょっとこうテンションが落ちちゃうかと思ったんですけど、生き生きしてて最後まで、最後の最後まで諦めないっていうのはやっぱりこのチームの真髄だなとすごい感じてですね、はい、すごい僕も感動して、悔しいですけど、はい、感動はしました。去年は優勝でしたけど、今年のレース振り返って一言。やっぱ一言で言うと悔しいですね。流れ的にもすごい良かったので、さっき服部さんおっしゃってましたけど、本当に誰もが予想しなかったちょっとトラブルだったもんで、本当にこれからまだレース続いてきますんで、しっかりとやっぱり原因を究明して、はい、次戦まだね、チャンスありますんで、やっぱり今年どうしてもチャンピオン取りたいんで、やっぱそっちに向けて、悔しがっててもしょうがないんで、次に向けて、ちょっと調整したいと思います。ありがとうございます。服部さん、24時間、24時間でとても、メカニックが輝いたレースでしたが、これからまた時間は3時間、5時間になりますので、きっちり、この、ね、悔しさをまたチーム一丸でチャンピオンを目指して頑張ってください。はい、本当、スプリントになって、また戦い方はね、24時間とは全然違う戦い方になるとは思うんですけど、まだまだチャンピオンは捨ててませんし、頑張りたいと思います。はい、本当に24時間お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。今回はドライバーさんも、ね、皆さん24時間戦ったんですが、メカさんの、ね、エンジン交換の2回の戦いぶり、ご覧になっていかがでしょうか？いや本当にエンジン交換2回のレースなんてあんま聞いたことないんですけど、メカさんが一生懸命やってくれて、でそれもね、夜勤班のね、レギュラーじゃない人たちもしっかりこなしてくれて、でもちろんレギュラーのメンバーも1回ずつだったんですけど、しっかり作業してコースに送り出してくれたんで、本当それはもう心強かったです。本当に個々のスキルがこのモータースポーツというのを通じて、グリーンブレイブのシャインメカニックの方が徐々にというよりもかなりの勢いで上がってるなというふうに僕は感じたんですが、今回のレースプロの吉田選手から見ていかがですか？いやもうそれはタイヤ交換も含め、そういうエンジン交換だったり、今回合わせてミッションも交換してもらったりって、すごいいろんな作業してもらったんですけど、そういうの見てても本当にそれは僕だけじゃなくてみんなも感じてると思いますし、こういう活動が多分実際のレース以外の店舗に帰って、皆さんがお客さんの車を触る整備の時にも役立ってるんじゃないかなというふうに思います。